俳優佐藤健が挑んだ映画「るろうに剣心」の超絶アクション。その舞台裏は想像を超える過酷な撮影の連続だった。佐藤健が挑んだ剣心への旅路が今明かされる。2013年10月8日、滋賀日野城跡を舞台にパート3中盤の見せ場となる剣心と篠森青史との戦いが撮影される。貴様の首を頂戴する。このシーンで描かれるのは人斬り抜刀斎を倒し幕末最強の剣士の称号を得ようとする青史悲願の一戦。それで動きながら、篠森青史、なぜ沖縄とか言いながら受けるぐらいの感じに、うん、このシーンで佐藤は伊勢谷友介演じる青史が用いる二刀流剣術とのアクションに挑むことに。手は合ってます。よし。さらにこの戦いでは舞台となる日野城跡の遺構をふんだんに使ったアクションも見どころの一つ。セリフ言うぐらいで、はい、ちょうど10ぐらいでも。そのため佐藤は伊勢谷と共に実際の現場の状況を踏まえながらアクションの動きを固めていく。肝心なのはここはもう二人には全然見えてなくて相手しか見えてないからたまたまこれがあったっていうだけです。はい、置いていいよ竹拓郎さんは。もう本番ですよ。あ、すげえ。はい、じゃあ次本番でいきます。確認も終わったところでいよいよ撮影スタート。剣心と青史の因縁の対決の火蓋が切って落とされる。本番本番。よーし。幕末最強を決するスピード感あふれる刀の応酬。酒場刀と二刀流の圧巻のバトルが日野城跡の地に生み出されていく。そんな撮影の中で佐藤にとって初めての経験となったのが青史の二刀流を後ずさりしながら避けるアクション。はい、じゃあちょっとやってみよう。はい、よーいです。よーいアクション。はい、せーの。刃を交わした体勢のまま後ろに下がり続けるという難易度の高い撮影となる。そのためこのシーンではワイヤーを使って体を斜めに固定した状態で後ろにずり下がる動きに挑戦することに。せーのでバッて後ろに勢いつけた。体を極限まで下げているため足がしっかりと接地していないと後ろに進まない。足場の感触を確かめながらワイヤーを引っ張るスタッフと呼吸を合わせ徐々に動きを決めていく。いいね。まもなく本番いきます。そしていよいよ本番。本番よーい。はい、せーの。はい、チェック。佐藤自らモニターで確認することに。低すぎて、すいません。もう寝てた。もう一回いきます。もう全然ワイヤーは OK。動き OK。前川さん、寝てたんで。これ、お腹切れますけど、もう一本いかせてください。お腹。一回目は体勢が低くなりすぎていたため、惜しくも NG。多分斜め45度ぐらいに。もう伝えてる。はい。では回してください。そして。もう一度本番を迎える。本番。よーい。はい。せーの。はい。はい、チェックアウト。はい、オッケー。現場に響く OK の声。飛んだ最後。本番。はい。
その後の撮影も順調に進み、数多くのカットを積み重ねていく。こうして剣心と青志の因縁の対決は、守るものを見つけた剣心の力強い剣術によって幕を閉じた。オールアップ、オールアップ、オッケー。剣心さんは本日以上です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。